USB、ポップ、キュート、ロックをミックスした可愛い商品を使っています。こういう風な可愛らしいイラストがたくさんありまして、思わずコレクションしたくなるようなアイテムがいっぱいあります。リスンフューバーという名前はですね、毎日を音楽やファッションで味付けするというような意味が込められているそうです。それでは中を見てみましょう。なんと襟がセーラーになってるんですね。で、表にはユニコーンが2匹、こういう風にパステルみたいな淡い色もありますね。それからこっちも2匹、まとまったセーラーのワンピースですね。キスフレーバーの商品はワンピース丈の布が多くて、とっても合わせやすくて、まあね、普段に使いやすいようなデザインになってます。あとはこういう風にハーネスがついてるやつ、かわいいバンパラピースがある、かわいらしい筒紅のプリントの商品とか、あとは8ビットのユニコーンなんかも可愛くてレトロな感じがして人気ですね。色もたくさんあります。あとは人気なのがですね、こちらミルキーラインプリーツ、こちらもたくさん色がこんな風に出てるんですが、今季新しく出てるのはこちらです。チェック柄、今まではこういう風に無地で一色のものにミルキーラインをプリントしてあるものだったんですけど、今回はですねちょっと珍しく柄の上にミルキーライン、あれも可愛くて人気で、私緑持ってきた。これからボトムスが私が履いているパニーですね、これがこのようにたくさん種類が置いてます。こんな風にビビッドな色合いからパステルカラーもありますね。あとはちょっとダークな黒が入ったロックなスカートも、このパニエのシリーズもシーズンごとに新しい色が追加されていて、かなりいろんな色が贅沢に選べるような商品になってます。お次はなんと私とリスフレーバーさんとのコラボ商品です。こちらがですね、今私が着てるのと同じ絵柄、ジャンプルーマー、じゃーん、私の描いた可愛いパンダちゃんがロケットに乗ってちょっと風まで行くよみたいな軽い飛びで旅行に行くようなストーリーです。もちろんラベンダーの子なんですね。リビットが好きなんですけど、でもパステルが好きな人のためにちょっと淡い色味も出してます。パンダちゃんなんとも言えない表情をしているので、こちらもってなってるのでちょっと楽しみにしているんです。実はこちらも私とリスさんのコラボです。ハッピーバニーとユーミー、ハッピーバースデーのケーキをですね、バニーちゃんが抱っこしている絵柄になってます。こちらも私がイラストを描いたんですけれども、それをまたリッスンさんっぽいデザインにアレンジいただきました。色味も4色、2柄4色ずつ、ラベンダー、あとミント、ミントも
可愛いですね。アステルの、あと白もあります。ビショーレーバーさんの他の商品と合わせてぜひぜひこちらの商品もチェックしてみてください。ビスフレーバーの原宿店にはですね、こんな風に、ハンドメイドのクリエイターさんが商品を置いている棚があります。可愛らしい絵柄の缶バッジですとか、あとちょっと病んでる感じの指輪、闇皮ですね。ヘアゴム、クリップ、イヤリング、チョーカー、ブローチ、ネックレスなどなど、可愛らしいアイテムがたくさんあります。というわけで、今日はミスフレーバー原宿店さんを紹介しました。いかがでしたでしょうか。今日紹介した商品はですね、もちろん東京にある原宿ビスフレーバーさんでも買えるんですが、原宿まで来られないよっていう方はですね、ニューヨークにある東京レベルさんでも購入いただけますので、ぜひチェックしてみてください。それからですね、今流れている音楽、これは私がやっているバンド無重力クッキーというバンドの新しいアルバムの音楽なんですけれども、こちらの CD もなんと東京レベルさんでご購入いただくことができます。ぜひぜひ皆さんたくさん聞いてください。それではありがとうございました。 I hope to see you soon.